こんにちは、カウンセラーの山本美です。今日はセミナー終わりました。なんか今まで実はですねセミナーやったことあったんですけど、有料の実は友達がオーガナイズ全部してくださっていて、お金もそうだし人集めもそうだし私行って喋るだけだったんですね。で今回自分でオーガナイズして自分で集客して自分でズーム番号出してってやってみたらやっぱり大変でした。というかもうズームのなんか何とか番号を皆さんに渡してなかったりとかパスコードを渡した、まあパスコードってさ必要じゃないくすればいいんじゃないのって思ったらなんかそういうわけにもいかないとかもあってですね、まあなかなか手こずりました。ちょっと20分で私すごい人の時間を無駄に使っちゃいけないっていう謎の規定があるのに、もうまさに最初からそれをぶっちぎって何十人もの人の何十人もいないけど何十人もすごいなんかさいっぱい来てくれて嬉しいが、どうしようこんないっぱいの人に今更パスコード全員送れないになりましたね。一瞬でなんかまあ1人か2人の方はちょっと後から入りたいみたいな感じだったんで、1時間後とかだともうパスコードをその見てる暇がなかったんでちょっとやりましたけど、後の方は皆さんないんですけどってちゃんとおっしゃってくれた方はすぐね対応できたので、まあどうにか良かったかなという感じで、ちょっと遅れて入ってきた方とかなんか入れない方のお手伝いとかもしようと思ってたんですけど、それどころじゃなかったっていう感じでした。はい、でですねすごい楽しかった、すごい難しいなと思ったのはやっぱり皆さん表情がねやる側ってなんかやっぱり分かってくれてるかなっていうのをすごい思いながらですねやるので結構難しいなと思ったんですけど、すごい楽しかったですね。やっぱりね自分が今までやってきたことをこう話すだけなんですけど、そこに大きな発見がある方とか学びがある方がやっぱりいっぱいいて、そのやっぱり男性性女性性って基本だから、ずっとその自分の見かけに対してもそうだし、考え方とか生き方とかいろいろなことに対して皆さん悩んでいっていると思うんです。でそのやはり男性が怖い人って自分の中にあるやっぱ男性性の男性の象徴みたいなのがあるんですけどね、それに対して、すごくネガティブなんだろうなと思うんです。やっぱりそういうものを見てもらうとね、ちょっと見えませんとか怖いですとかいう人も多くて、なおかつ面白かったのはインナー彼氏って言って、私今ここの聞いてくださってる方とか分かると思うんですけど、自分の中の男性性と女性性があって、そのインナー彼氏っていうのは自分の中の男性性を理想的な自分に理想的な彼氏がいると想像して、どういうふうに扱ってくれるかっていうのを作っていきましょうと。それが男性性だと。でそれが支えてくれることによって女性性が上がっていくみたいな、その話をね、ここのブログとかこちらでも何度もインナー彼氏インナー彼氏って言ってると思うんですけど、そのインナーチャイルドと一緒でインナー彼氏めっちゃ大事だよっていう話なんですね。でもなんかインナー彼氏ってでも男性性ってエネルギーなんですよ。エネルギーなんね。でだからエネルギーってある意味天から降ってくるっていうか神の力なんですよ。神のみぞ知るじゃないけど、エネルギーってその世界にあるエネルギーだった。そのだから別にそのインナー彼氏で男性性だからエネルギーでちょっと強い男性性っていうのは強いエネルギーっていうか、決断するエネルギーだったりとか、と守ってくれる戦ってくれるエネルギーだったりとかするんですけど、その硬いみたいなね、そのでそれを分かりやすくするにはやはり本当に今までやってきた男性とか、まあ、男の人とか、まあ、そういうものをね、題材にというか、まあ、ネタにしてインストールしていくエネルギーのことなんですよ。で持ってる人と持ってない、いっぱい持ってる人で、男性は基本的にその男性エネルギーっていう、そのでもエネルギーをいっぱい持ってるといいよねって育てられてるから、男性エネルギーの使い方とか、まあ、結構使いこなしてる人とか多いんじゃないかなと思うんです。そのお金とかキャリアとか、その感受性とかと別に、ね、
でも面白い例があって、なんか分かりやすくそのすごくエネルギーっていうものがあるんです、世の中世界にはね。でそれが2つのタイプがあって、それをうまく混ぜ合わせたのが自分たちなんですけど、でもやはりもう現実の男以上のものを探している方、現実の男はダメな方、もうね UFO の世界だなって分かったんですよ。 UFO ってあのピンクレディが歌っていた 曲で地球の男に飽きたところよっていう話があるんですけど、あのそういう方はですね、男そのインナー彼氏とかが私のことを愛してくれるとかちょっとよく分かんないんですけどみたいななるんですよ。やっぱりその何なのそれみたいな、自分でしょだってそれみたいな。でもエネルギーだからそういう人は逆に宇宙人なんですよ。だからその神とかそのすっごい大きい世の中に存在しないぐらい大きいエネルギーみたいなものが自分をいつでも常に見守ってくれるみたいな、そのぐらいでっかいエネルギーが必要な人もいる。その今回そのカウンセラー、セミナーした時にその質問をしてくださった方がやはりあのヒーラーさんだったんですね。で、あもうこれ人によってもだから違うんですよ。その私は地球人を相手にする時はというか、普通の女子を相手にする時はまあなんか嵐のとかわかります？私だったらまあそのやはりでも私もちょっとまあ現実に出てくるまあその俳優さんとかまあその世の中に本当に存在している男の人っていうものじゃ足りない人もいるんですよ。そうなるともうなんかポセイドンじゃないけどなんか神話化された男性のエネルギーみたいなだと分かるって言われたんですよ。あそれなら分かりますみたいな、そういう人もいますよね。もう UFO の世界みたいなね、分かりやすくその田舎彼氏っていう男性性みたいなものをお伝えするためにその田舎彼氏を作っているんですけど、本当の意味ではやっぱり女神っていうか女性性のエネルギーと男性性のエネルギーっていうのも天から降ってくるすごい大きなものなんですよ。それを、まあ、チャクラとか今流行ってるけど、流行ってるっていうか、まあ、そのねでも流行ってるというか、そういう、なんていうの、エネルギーに対するセンシティビリティっていうんですかね、感受性を強くしようっていうのは本当に理にかなっているっていうか、まあ、分かりやすいことで、その感受性なんでそれを簡単に分かりやすく言うと、やっぱインナー彼氏とかインナーチャイルドとか、なるんですね。でインナー彼氏に愛される女性とかになるんですけど、なんかその本当に大きなものなんです。だから自分たちの女性性とかも本当はもう果てしなく大きいエネルギーを持っていると思っていただいた方がいいかなと。それがまあオーガズムの大きなエネルギーと一緒なんだけどねっていう話なんですよ。だからやっぱり田舎人って言った方が分かる人と、そのもうなんかポセイドンじゃなくて神の技みたいな、それぐらい大きいものがあなたを見守って、いつでも見守ってくれてるよっていうふうに言った方が、いつでもあなたのことを愛してくれてるとっていうふうが分かる人と両方いますね。まあ、だからこっちそのさ、今本当にセンシティビリティっていうか、そういうヒーラーさんとかも目に見えないものが見えちゃってる、感じちゃってる人がいっぱいいるんで、そういう意味ではもう、まあ、神はちょっと神のその今まで会ってきたイメージっていうのは女神もいるけど観音様もいるけど、まあ、どちらかというと男性性が強いっていうか感じじゃないですか。だからそれにつなげるとね、あの男性性が怖いっていうのはやはりね、そのジャッジされるとか神に感じもあるよね。その今までの宗教とかってほら自分が言うこと守ってないとジャッジされるみたいな、まあ、宗教性とかも男性性につながっていて、まあ、ヨガとかもバリバリにやっちゃうと男性性なんで、あの体が変わっていっちゃったりとか体をねしますね。ということでヨガ瞑想は男性性なんだね基本的には、ね、ということです。今日はインナー彼氏本当はポセイドンなんじゃね説についてお話ししました。今日も
ご視聴ありがとうございました。